皆さんこんにちは。星空写真家タイムラプスクリエイターの成沢博之でございます。はい、本日はレンズのレビューでございます。こちらにございます TTR 地山というメーカーから発売された新商品ですね、TTR 地山、10mm の F2 というレンズでございます。こちらのレンズはですね APS-C 用のレンズですね。フルサイズ用のレンズではなく APS-C 用のレンズになります。今私が手元にあるのが XT5 と、それからこっちがニコの ZFC、はい、ZFC でございます。私このレンズすごく注目しておりまして、今回ですね、この TTR 地山の正規代理店である商店工房さんから、このレンズ2本ご提供いただいております。私商店工房さんの商品何度かレビューしてるんですけど、今回初めてこうやってお話いただきましたね。で、実際このレンズで私星空の撮影をしてきましたので、その結果をお届けしたいと思います。それでは行ってみましょう。なぜ私が、このレンズ、興味があったかというと、まず圧倒的なお値段でございます。このレンズ、ね、3万切るんですよ。2万円台で買えるんですね。レンズが2万円台で買えるってどんな時代だよと思いますけど、すごく安く手に入るレンズでございます。このレンズの外観を見た瞬間ですね、私これもう星向いてるなって思ったんですね。こういう超広角レンズって星空向きかそうじゃないかって大体レンズの外観見たらわかるんですよ。まあこのレンズの外観がなんでどうなのかっていうのはですね、もうライブ配信で私散々喋ったんですよね。なので、リンク先貼っておくので、ライブ配信ぜひ見ていただければなと。通常はですね、星空向きのレンズって F2.8 っていうのがベースなんですね。 F2.8 より暗いものはまああまり、使い物になれないというか、F4 とかでももちろん星の撮影できるんですけど、単純にセンサーに入ってくる光が多い方がノイズって減るんですよ。そんな中で F2.8 より明るい F2 っていうところにやっぱり私は、注目がいきましたね。で、富士フィルムの方はまあソニー E マウントとかもそうですけど、今 APS-C 用のこういう超広角レンズって結構充実してきたじゃないですか。他社のレンズメーカーさんでも最近富士フィルム用のね超広角レンズ出してくれてるんですね。結構充実してきたんですけど、 F2 のレンズっていうのはないです。で、単焦点レンズもないですし、ましてやこっちのねニコン ZFC 使ってる人はこれいいカメラなんですよ。これも星撮ったり私してるんですけど、超広角レンズってなかったんですよ。で、ニコン Z シリーズのその APS-C カメラですね、 ZFC、Z30、Z50 とかその辺使われてる方は、星撮りたいと思ったらもしかしてこのレンズ絶対あった方がいいんじゃないかぐらいのそのぐらいのレンズになるんじゃないかなと思います。間違いないでいただきたいのはこちらのレンズ、マニュアルフォーカス用のレンズでございます。マニュアルフォーカスっていうことはまあ単純にねオートフォーカスが効かないっていうことなんですけど、オートフォーカス効かないのって思わないでいただきたいんですよね。星の写真ってね、マニュアルフォーカス用のレンズで十分だし、むしろマニュアルフォーカス用のレンズの方がいいこともあるんですよ。画質を劣化させる3大要素っていうのがあります。レンズの極端な小型化、それからオートフォーカスと手ブレ補正です。まあ、小型化はこれもともと APS-C 用のレンズなんで小さいものですから、それは置いといて、中でこう動くレンズですよね。オートフォーカス用のレンズも手ブレ補正用のレンズも、まあ、そのレンズが入って中で動かすことでよって、いろいろなことが起こるわけですけども、要は実際の描写をするためのレンズではないってことですよね。余計なレンズが入ることによってそこで画質の劣化が起こるというのが設計上の話です。だからオートフォーカスの入っているレンズ、手ブレ補正の入っているレンズっていうのは、その分画質が劣化するのを見越して、いいレンズを使ったりとか、コーティングをすごく良くしたりとか、またそれに対する補正のレンズを入れたりっていうことが起こってくるので、まあいっぱいレンズを使うことなんですけど、そうすると値段が高くなるんですよね。どうしても値段が、買いにくい値段になってくると。その点ですね、マニュアルフォーカス用のレンズはそういった、根本的な画質の劣化となる要因が少ない、設計になってて、まあ、画質的にも安定してくるし、余計なコストのかからずに済むというのがマニュアルフォーカス用のレンズなんですね。で、これマニュアルフォーカスのレンズだったら何でもいいんだっていうわけじゃなくて、
なんていうか、ベースなる設計上の話ですねにメリットがあるよと、そういう画質劣化のリスクが少ないですよっていうのがマニュアルフォーカス用のレンズなんです。だからこれ安く作れるし、星の撮影ではね、そもそもオートフォーカスも、手ブレ補正もいらないです。三脚に立てて撮影しますし、フォーカスもマニュアルフォーカスで行いますから。まあ、強いて言えば、イグジフ情報がないのはね、絞りがいくつで撮ったかっていうのが分かんないのは、まあ、後でちょっとめんどくさいですけど、それよりも、安くてよく撮れる方がいいじゃんっていうのが、星の撮影でのマニュアルフォーカスレンズのメリットなんですね。じゃあ、仕様を見ていきましょう。ピントリング。結構ねっとりしてですね、いい感じです。レンズの外観も金属なんですよね。金属なんですよ。だからすごくリッチな感じがします。絞りリングですね。これもカチカチカチっとクリック感のある感じで、はい、F2 まであります。で、後ろは電子接点がないですよっていう感じですね。このままだとフィルターが使えませんので、フィルターを使用するための、フィルターホルダーというものが付属されています。それがこちらでございますね。はい、ここね、ネジ切り切ってあるんですよ。ネジ切ってあって、ここにはめて、キュルキュルキュッと回します。はい。すると、ここに 72mm のフィルターが取り付けられるようになります。72mm ですね。はい、こういうフィルターワークができます。ただ、まあ、注意としてですね、夜景の撮影はちょっと注意かもしれないですね。要はこのフィルターつけたら、フィルターの前にフードってないんですよ。だから、横からの光とかは結構もろに受けると思うので、まあ、フィルターをつけるときはですね、横からのそのゴースト、街灯の光とかそういうものは夜の撮影とかでは注意した方がいいですかね。このレンズの前玉に対して大きいフィルター系のサイズがつくようになってるのも、やっぱりその、蹴られだと思います。ワイドなレンズってこのフィルターの枠がね、映りやすいんですよね。はい。なんですけど、一応これでフィルターをつけて撮影してみたんですが、蹴られが発生するっていうことはありませんでした。ただ、2枚重ねるとさすがに、フィルターの蹴られは発生すると思いますし、そこは注意ですかね。まあ、ちょっとこう、なんていうか、横に広がるような感じにはなりますけど、夜景を撮影するときとか、このフィルターホルダーつけたまま撮影した方がまだいいかなっていう感じはしましたね。で、そもそもちょっと小さめで、持ち歩きたいっていう方、星をがっつり撮りたいっていう方は、こういうホルダー使わないでこのまま撮るのがいいかなと思います。で、これに対しては、かぶせ式のレンズキャップが、はい、ついています。はい、それではですね、実際に、このレンズを使ってですね、星空の撮影を私してきました。で、まあ簡潔に結論から言うとですね、 100% ではないですね。 100% めちゃめちゃいいレンズっていうわけじゃないです。まあ3万以下のレンズですから、そんなわがまま言っちゃダメだと思うんですけど、これだったら全然いいじゃんって思った。特に初心者の方はね、とりあえず簡単に星撮れるようなやつが欲しいなっていう方には、このレンズめちゃめちゃおすすめだなって私思っています。はい。それではどんな画像なのか、お部屋を変えて行ってみましょうか。ではでは、星空の実写画像見てきましょうか。今表示しているのが、この TTR 地山 10mm の F2 で撮影したものですね。ここを、はい、見てみましょうか。はい、XT5 で撮影しております。レンズは 50mm となってますが、これは電子接点を持たないマニュアルフォーカスレンズのため、イグジフ情報が含まれていないからですね。で、絞り値も同じく、含まれていません。はい、焦点距離もメタメタになってます。これ、まあ、カメラ側で指定することもできるんですけどね。はい。で、撮影データを見てみましょう。感度6400、これ、10mm ですから、35mm 換算 15mm で、F は F2 で撮影します。F2 で撮影します。で、シャッタースピードは5秒というもので、富士山の小事故で撮影したものですね。カラープロファイルは Adobe Neutral になっていまして、その他の様々な設定は基本的には手つかずのそのまんまになってます。プロファイルも補正入っていません。はい、では見てみましょう。100% 表示だね。真ん中。ちょっとなんかね、細かいんですけど、星のね、この星の形の右下がなんかちょっとふわって、ピント合ってないみたいなっていうのは、自分のピント合わせの精度なのか、それとも、シャッターブレなのかちょっとわかんないんですけど、まあ、等倍で見るぐらいでは問題ないぐらいですよと。まあ、細かいこと言えばって感じですね。で、右上見てみましょう。はい。非点周差と言います、これ。サジタルコマフレアというのが有名ですが、通常の、サジタルコマフレア、コマ周差っていうのは横にビヨーンとこう羽が広げたような、
そういう収差のことをコマ収差と言います。これは TTR 地山の住民の F に今回のレンズのような前玉が大きいタイプじゃなくて前玉が小さいタイプにそういうコマ収差って結構発生しやすいんですけど、大きいやつにはまあ比較的そういうのは少ない傾向にあります。ただ今回のはこれ非転収差といって、端っこまで行くとこう右上にこうピッピッピッってこう流れてますよね。はい、これは、まあ、完全にもうこの端っこの方はピント合ってませんよみたいな感じです。はい、流れています。で、内側になるに従って、その非転収差が、少なくなっています。この辺はちょっとね、色収差も見られますが、まあ、等倍で見てますので少ない方でしょう。で、左上も見てみましょう。左上も同じく非転収差が出てまして、内側に行けば行くほどこの辺でね、色収差ちょっと出てますけど、この辺でも見え立たなくなっていきますね。非転収差が認められるので完璧じゃないです、このレンズ。ただね、ちょっと内側に目やったらこの辺も問題ないじゃんね。ってことはですよ、ちょっと手間ですけど、これね、こうやってさ、ちょっとトリミングしちゃえばですよ、こんな感じ、こんな感じでトリミングしちゃえばもうわかんないよね。この端っこ、この感じ、ちょっと点じゃないですよ。でもさ、これ思い出してください。ここに書いてますけど、はい、26,820円です。税込み26,820円のレンズです。これもう紙レンズ認定でいいんじゃない？こんな値段でこんな描写してね、鋭いよ。星で使えるレンズです。で、これトリミングしてますけど、35mm 換算で 15mm ですけど、これトリミングして多分 17mm、18mm ぐらい残ってるでしょ。いいんじゃない？これもう3万円切るってことは、ぶっちゃけ衝動買いレベルですよ。今、細かいこと言ってね、この非転収差ってね、やったけどさ、パッと見た感じですよ。もう気にならないじゃん。これ今、等倍でこうやって見たから、あ、こんな最終辺ね、端っこ気になるねって言ったけど、こんなちっちゃいからね、まあガチな人は気にするけど、気にしなくてもいいレベルだと思うんですよ。しかもこれ F2 で撮れるからね。F2 で撮れますから、すごいメリットがあるレンズだと思うんですよ。ちなみにですね、F2.8 で撮影するとどうなるかと。いうことをお見せしたいなと思うんですけど、これ F2.8 で撮影したやつですね。 F2.8 で撮影すると、こういう風にですね、ガビガビガビッと星がウニになります。光棒って言いますよね。 F2 から F2.8 に絞っただけでこれがもう出ますというのは押さえておきましょう。で、この光棒がね、結構綺麗なんですよ。この明るい星に対してこういうね、フィルターなしでこういう光棒が出せるっていうのも一つの魅力かもしれないですね。ZFC の画像を見てみようと思うんですね。2本ご提供いただいて、個体差はないのかという検証になります。で、これが ZFC で撮影した画像ですね。はい。まあ、真ん中は問題ないんですけど、端に行くとね、富士フィルム用、X マウントのさっきの画像と比べると、ちょっと非転収差が多い感じするよね。比較してみるとですね、完全に同じ領域を撮影したものでもないですし、画素数も違うので、その辺の差があるのはなんとなくお分かりいただけると思うんですけど、そうだね、だいたい拡大率も今同じぐらいだね。ちょっとずれてますけど、気にしないでください。はい、こう見ると、まあ、Z 用の方が非転収差が多いですよね。例えばこの辺の星、例えばこの辺の星ですね、この点点点で3つある星、XT5 だと、まあ、このぐらいの流れ方をしているのが、ZFC になると、これですね、点点点。なんていうか、もっとカスカスになってますよね。もうさらにピントが合ってないような感じになるので、ちょっと個体差あるのかなっていう感じはします。はい。で、左上を見てみると、完全に同じところを撮ってるわけではないですが、うん、左上はそんな気にならないですね。こう見ると左上は右上ほど気にならない気がします。ただ右上は、あ、だいぶ流れてるねっていう感じがしますよね。うん、
まあ、多少の個体差はあるよっていうことなんだと思います。はい、ということで以上になります。まあね、これね、3万円以下のレンズでこんなのが買える時代ってどうなってんだよって感じだよね。いや、ぶっちゃけね、このレンズ安すぎですって。もっと高く売ってもいいよ。商店工房さんなのか TTR 地山さんなのか分かんないですけど、5万円でもね、安いって思ってみんな買うのに、その半分ってね、どういうことですか。もう衝動買いレベルですよ、本当に。購入の際はですね、その正規代理店の商店工房さんから必ず買うようにしてください。やっぱり今の時代ね、ネットでいろいろ安いところって出てるじゃないですか。まあもちろんこの機材提供いただいたのが商店工房さんだからっていうこともなきにしもあらずなんですけど、こういう海外の製品ってね、やっぱり、ね、品質がね、整ってない場合ってすごく多いんですね。今回見せた業者のレンズ以上に悪いものが来ちゃったと。で、それ交換対応してほしいんですけどって言っても、変なとこから買ったらやってくれないから。だから必ず、ちゃんとした正規代理店を通して、購入するようにしてください。はい。まあ元々が安いレンズなんだね。これ以上安くする必要はないと思いますので、商店工房さんから購入するようにしていただければなと思います。はい、それでは今日の動画はこれで終わりになります。また次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。したっけねー。どうもー。